はい、皆さんこんにちは。 SC ギフクラブアンバサダー南波博明です。はい、 SC ギフ公式 YouTube にて私南波博明によるライブ配信番組 SC ギフ、いや違う、南波タイムかっこ SC ギフタイムの第3回目の、放送がスタートいたしました。いやー、3回目ですよ。ね、1回目でもうこれからないのかと、配信はないのかという中でも3回目来ました。はい、この番組はですね、月に1回配信を行い、 SC 岐阜の最新情報や、試合イベント情報など見れば SC 岐阜が今よりより好きになる、そして試合を見に行きたくなるような、まあ、そんな配信をね、目指してやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、このお昼の時間を使ってですね、見ていただいて、そして何よりですね、投げ銭、こちらの方がね、大好物ですから、三度の飯より大好物の難波ですからね、こちらの方をしていただいてですね、よりこの配信の、こう精度をね、上げてもらいたいなと。その投げ銭でですね、こういうカメラそして音響等をね、買ってますんで。本当買ってる？あ、選手の強化の、お金になってますんで、はい、皆さんぜひよろしくお願いしたいなというふうに思います。はい、はい、南波さん紹介ありがとうございました。今日も南波さんとともに番組を進行していきます、スタッフです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日も見せないのね、顔は。はい、誰だか分かんないのね。そうですね、まだなかなか解禁にならないですね。今日はですね、天皇杯1回戦の振り返り、SC 岐阜 U18 の試合結果、今シーズンのゴール解説、リミテッドユニフォーム紹介、ホームゲームイベント紹介、そしてナンバーアンバサダーヒストリーとして懐かしいゴールを、その当時の心境もお聞きしながらお届けする内容盛りだくさんとなっております。ぜひ皆さんお楽しみください。ちょっとあれじゃない、なんか第3回目になってなんか内容も盛りだくさんになってるけど、ちょっとこれこの配信で紹介していい？大丈夫？そうですね、今日はかなり盛りだくさんになってますので、なんかもうちょっと月額上げようかねえ、ダメ？月額ないですね、どなたでもお楽しみいただける、広く広く楽しみんな見れるのね。はい、これはちょっと安売りすぎでしょ。いいのね。はい、もうぜひお昼のお休みの時間に楽しんでいただければと思います。はい、ではまずはじめに、先日行われた天皇杯1回戦本田 FC 戦の模様を見ていきたいと思います。はい、お願いします。はい、キックオフしましたね、SC 岐阜対本田 FC の天皇杯の1回戦がね、メドウで、我々 SC 岐阜のホームで行われたわけですね。でこれまあね、激しい試合でしたよ。本田 FC ね、昔からノンプロのね、最高峰と言われる、JFL、そしてその中で一番強いチームがこのホンダ FC ということでね、もう本当、プロ顔負けの選手たちがたくさんいる中での試合で、まあ、こうどうですかね、SC岐阜の選手たちは、相手はアマチュアといえども、本当にこう強いチームでね、やりにくかったんじゃないかなというふうに思いますよね。でまあ、これ前半からもね、今映像に出てますけど、結構トーマを中心に攻撃のところ、いいシーンたくさんあったんだけど、あともうちょっとのところで、まあ、ホンダの、ね、網にかかってクリアされるというシーンが多かったのかな。で、まあ、そういう意味ではホンダもね、やっぱりしっかりとブロック組むところは組むし、まあ、一人一人のこの能力が高いんでね、なかなか牙城を崩さなかったというのが、まあ、この試合の印象ですよね。相手のキーパー、いいキーパーですよね。ただ今のボールも柏木君かな、村田斗真がしっかり走ってそこにしっかり出てるんでね、まあ、こう本当にあとちょっとのところだったと思うし、あとこういう球際のところ、そしてこういう細かいところっていうのは、まあ、FC岐阜もね、なんていうかな、次週に向けて の、 その J リーグへ向けての、まあ、いいこう試合にはなったんじゃないかなというふうに思いますよね。でやっぱり何よりこの今ねずっとシーンが出てるけど、右サイドの船津選手がオーバーラップしてきて攻撃に多々絡む、まあ、こういうシーンが今までの J リーグの試合よりも多く見られたかなというふうに思いますよね。
でこれが相手の、まあ、得点シーン FC 岐阜の失点シーンなんだけど、これまあセットプレーからね、あの振られて中で合わせられるわけなんだけど、やっぱりこう振られた時にこうついていく、まあ、この後の 2失点目も出るんだけど、その振られてこうついていくっていうこのところが、まあ、次の試合に向けての我々の課題がこう出たのかなというふうに思いますよね。でこのシーンもね、あのトーマが結構、あこれは富樫か、あの富樫が交代で入ってきたんだけど、まあ、結構いいね飛び出し前半からあの攻撃陣見せてたんだけど、まあ、繋がんなかったと、得点に繋がんなかったと。でこれがまあ2失点目のところで、ね、あのさっきも1失点目のところで言ったように、やっぱり振られた後中ちょっとつけてないんだよね。なのでここら辺をもう一度ね、あのついて、やってもらいたい、まあ、改善してもらいたいなというふうに思います。はい、で見ての通り、結果は0対2で、初戦敗退というふうになりましたね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、ナモさん、あのチャットの方も今続々と、うん、来てる？コメント入ってまして、あの、うん、先日の配信で参加していただいたアスカさんですね、はい、あの広報チャンネルさんからも、うん、ナモさん今日も頑張ってくださいね、女性スタッフよりということでコメント入っておりますので、これゴースト的にまた駒澤さんがやってる可能性ない？大丈夫？そう、きっとあの田中さんがやっていただいてる。あ、じゃあ頑張りますね、はい、じゃあ頑張る、俺は頑張ります。駒澤さんも見ていただいてると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はいはい、それでは続いては FC 岐阜 U18 が出場しております、うん、2021 J ユースリーグ第28回 J ユースリーグ選手権の試合結果をお知らせいたします。はい、5月23日日曜日に第3節、うん、ジュビロ磐田 U18 との試合が行われ、後半に隅啓太選手が決めたゴールを最後まで守りきり、見事に1対0で勝利を収めました。すごい、ジュビロ強いんだよね。そうですね、はい、強いです。すごいすごい、はい、はいはい、この試合について川島慎也コーチからの総括です、うんうん、今年から大会形式と趣旨が変わり、2年生以下のリーグで試合機会を増やすのが目的の大会となりました、うんうん、FC 岐阜 U18 はグループ G、 岐阜、名古屋、磐田、藤枝、清水、沼津の6チームでホームアンダーウェイ計10試合が行われ、うん、グループで1位になったチームが全国大会のトーナメントに出場します。はいはいはい、5月5日に初戦藤枝戦は大雨の中難しい試合となり、うん、0対1で敗戦、うん、5月9日に名古屋戦は0対8で大敗をしてしまいました。今節の磐田戦は何としても意地を見せたい試合でした。そう、ね、ミーティングでは構えることなく全員で戦い抜くこと、今トレーニングでやっていることを出せるように全員で合わせること、うん、相手のシステム、相手の特徴、選手の特徴、どう攻めてどう守ってくるのか、そのようなことを選手には伝えました。前半は相手が前からプレスをかけてくる中、ボールを丁寧につなぎ相手の背後を狙いチャンスを作れていましたが、得点にはつながりませんでした。守備でも前からプレスをかけ、球際も相手に負けず激しくいっており、互角以上に戦っていました、うん、後半も戦い方を変えることなく丁寧にボールをつなぐ、背後を狙う、守備の時は前から行くことを続けました。得点シーンはコーナーキックからのこぼれ球をディフェンダーの隅啓太が押し込んで、うん、今大会初ゴールが生まれました。そのゴールを守り抜き1対0で勝つことができました。全員が相手より運動量が勝っていたと思うし、うん、球際気持ちの部分でも上回っていたと思います。次節は29日に清水戦があります。非常に強い相手だと思いますが、気持ちを出して立ち向かっていきたいと思います。応援よろしくお願いします、と川島コーチからの総括でした。ほう、いや、あのね、この間3日ぐらい前にFC 岐阜のアンダー18と、はい、私が監督を務めさせていただいているあの岐阜聖徳学園大学の練習試合が行われたんですよ。あ、そうなんですね。で、はい、結果はですね、0-2の、我々大学が大敗ということで、大敗でもねえか、でも内容的にはね結構大敗に近くて、そうなんです、ね、相手すごい良かったなと思ってて、はあ、まあ、なのでこれから本当に徐々に良くなっている段階だと思うんで、まあ、そのね、
名古屋グランパスだとかに、まあ、大敗を経てジュビロに 1-0 で勝つっていったところで言えば、これからの伸びしろに期待ですよね。そうですね、はい、次節はアウェーで5月29日土曜日、うん、清水エスパルスユーツとの試合となります、はいはい、ぜひ頑張ってもらいたいと思います、うん、そうですね、頑張ってもらいましょう、はい、はい。さて続いてのコーナーは今シーズン第8節まで FC 岐阜が決めた全13ゴールから、はい、南波さんが選んだ、うん、ベスト5ゴールを解説していただきます、はい、それではベスト5の紹介です、どうぞ。はい、これはですね、サヌキ戦かな、はい、サヌキでの1点目だったかな、2点目です、はい。これね、前から、村田選手ね、村田斗真が追いかけて相手のミスを誘うんだけど、ここでやっぱ川西選手がねボールを奪えるということは、これあの後ろからねどんどん連動してあの取りに行ってるんですよね。で FC 岐阜は今年からこう前からどんどん守備して、高い位置でボールを取っていく、まあ、これが見事にはまったシーンですよね、はい。でこれはこの讃岐戦の4点目です。これはね、まあ後でちょっとねいろいろね解説したいなと思うこのシーンなんですけど、これは素晴らしかった、これは素晴らしい、まあ、何が素晴らしいかっていうのは後で解説しますが、村田斗真のねこれ今シーズン初ゴールということで、よりねあの見てる、はい、サポーターの皆さんも嬉しかったんじゃないんでしょうかね。これ見てくださいよ、ここね華麗なパス回し、 FC 岐阜こんなことができるチームだったのかっていうぐらいね綺麗なパス回しだったりできるんですよ皆さん、はい、素晴らしいゴールですよ、はい、村田斗真の初ゴールです、はい。これは、大雨の中行われた沼津戦の1点目、水田選手の、ね、打点の高いヘディングです。これねあの水田選手身長が高くてあのヘディングが得意な選手なんですけど、これ見てください、相手のこう背後から出てくるのね、ほんでそのポイントにこの中島選手のピンポイントのねしっかりしたボールが入ってくる、だから取れるんですよね。これはだから全部がこう揃わないとならなかった得点なので、まあ、ベストゴールの一つの中に、ね、入れさせてもらいました、はい。水田選手これ3点目かな今シーズンね、はい。これは、岩手戦で行われた、ごめんなさい、岩手戦で点を取った、ね、川西選手なんですけど、これ、ね、川西選手ねあの点を取るたんびにね相手にねプレッシャーをかけてくれる、まあ、あの1点があったからこのシーンもね2点目なんですけど、まあ、相手のディフェンスラインが整わない間に入った2点目だったんだけど、これフォワードとしてはねいいボールなんだよね。動き出した時に吉浜選手かな、はい、こうサイドにボールを散らさないでね一本のパスで、トーマの動き出すところに出してあげる、これがねフォワードとしてはこういうパスが来ないとやっぱ動き出せないですから。でもこれしっかり見て出してくれる、そしてこのトーマのね今シーズン2得点目のゴールなんですけど、これしっかり足振ってますよね、まあ、これがねフォワードには重要なことなのかなと思うので、まあトーマ選手ねどんどんこうやって足を振ってもらいたいかなというふうに思いますね、はい。ということで最初に言ったように2つ目のシーンのゴールかなをちょっとね今日は僕が生解説をしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい。あ、そうですね、そちらにあるボードを使って詳しく今日は説明をしていただけるということで、はいね、これだけのために変わってきたんでしょ、これ新しいもん、綺麗ですね。違うの、そういうわけではないみたいですけど、はい、綺麗ですね。トップチームから借りてきたのね、はい、はい。ということで、さっきのシーンなんですけども、下の方に FC 岐阜は攻めています。下の方にね。下の方に攻撃方向はこっちなんですけども、まずこの真ん中のところでね、大西選手と川西選手のパス交換がこうやって行われるんですけど、
この中央でパス交換が行われるってことは、やっぱり相手は外にボールをね散らしたいので、やっぱ中を締めるわけですね。なのでみんなの目線、体の向きが相手ですよ、相手の目線、体の向きが中に集まるわけですよね。こうやって中に集まる。でここでパス交換をして、中に集まってくる中で、中に集まってくる中で、この吉浜選手ですね、この吉浜選手がね、こういう小さなスペースを見つけて相手との間に入ってくるんですよね。要はこのディフェンスが、まあ、3人いたらこの三角形のちょうど中心に入ってくる。なので相手は中を締めようと思っても、この中心に立たれると、この人が行くのか、この人が行くのか、はたまたこの人が行くのかっていうのは難しくなってくるんですね。でここでボールを受けたときに、今度はですね、この村田斗真の動き出しが、シリがね、シリもね相手にしてほしいらしいんですけど、ちょっと後で相手してあげるね。はい、この時にですね、村田斗真が一回外に開くんですよね。一回外に開く。先ほども言ったように、この真ん中でパス交換するってことは、相手の目線が全部中に集まる中で、一人だけ目線から切るように外に動く。ここにね、巧みさがあったわけですよね。そしてこの中で崩してる間に、右の船津選手がオーバーラップしてきて、相手がこう下げてくるんですが、さっきも言ったように外に開いてる村田選手ですから、相手の目線から外れてるわけですよね。でこのセンタリングが入ってくるときに、急に方向を変えて中に来る。でこっからゴールですね。ということで、今回はこの中盤での密集地帯での真ん中での、崩しがあった、そして相手の目線が中に集まっている中で、村田斗真が大外から大外に動いて、大外から中に入ってきた、まあ、ここがねこの得点の素晴らしいところだったというふうに思います。はい、皆さんお分かりいただけたでしょうか。はい、はい、すごい分かりやすい解説でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、こうやって解説していただくと、ゴールの前のゴールシーンだけじゃなくて、うん、その少し前のプレーとか、うん、そういうところにもこうゴールが生まれるこうきっかけがあるんだなっていうのが分かって、また次から試合見る楽しみが増えますね。あ、天の声さん、ありがとうございます。そうなんです。ありがとうございます。それをね、やっぱね、このテレビだけじゃなくて、やっぱ会場に来てみるからこそ全体が見れて、そして、あ、今のは得点取った人はあの人だけど、あの人がこうやって走ったからとか、その前のパス交換がこうだったから点が入ったんだなっていうのが、より分かりやすく皆さん分かっていただけると思うので、ぜひ来ていただきたいなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございました。ちょっとまたこういったコーナーでナンさんには、うん、はい、解説をぜひしていただきたいと思いますので、皆さんちょっと楽しみに待っていただければと思います。でもこれ無料配信なんだよね。はい、無料配信です。安売りすぎじゃねえかな。これ月額取っていいんじゃないかな、ね、これを楽しんでいただいたら、うん、FC 岐阜 の、 チャンネル登録の方ありますので、無料の会員登録の方のチャンネルに登録して、はい、そちらもまた楽しんでいただければと思います。そうですね、ぜひお願いしますね。はい、皆さん、はいはい、ぜひじゃあ点を取っていただいて、その解説をしていきたいと思います。はい、では続いてのコーナーです。うん、続いてのコーナーは、うん、先日発表したリミテッドユニフォームについて紹介させていただきます。これはね、ここからはグッズマンとともにお届けします。グッズマン、どうぞ。はい、お邪魔します。はい、こんにちは。こんにちは。なんか何ゲストみたいな感じで毎回来るけど、あ、もう3回目ですよねこれ僕2回出てますねこれ。はい、準レギュラーでいいですか。準レギだよね。いいですか。ここに座っといて もうやったら方がいいんじゃない。姉貴の代わりに立っとけばよかったかも。うん、そうだね、来てね。でもちょっとスタイルがどうかな。うで、ね、あ、でも痩せたんだよね。リバウンドしております。痩せてから来てください。はいはいはい、はい、で今日はですね、うん、ちょっと
スタートからずっとここにマネキンも置いてありますけれども、はいはい、こちらのユニフォームがですね、うん、8月28日の福島戦、うん、9月4日の YS 横浜戦、はい、9月11日の鳥取戦の3試合限定で着用するリミテッドユニフォームとなっておりますが、うん、まずね、難波さんの、はい、率直な感想というかデザインを見たらどうかなと。これね、やっぱ黒に金は、なんていうかな、ご飯にマヨネーズみたいな、もうそんぐらいの卑怯技。なるほど。かっこいいもん。ただのおかずじゃないぞと。だってかっこいいもん。だって黒に金ってかっこいいでしょ。そうですよね。でそれがこうやってユニフォームになる、これかっこ悪いわけがなくて、そしてこの発色がまたすごいね。あ、そうですね。写真が入ってるんですけど、うん、かなり綺麗に写ってますね。ねえ、はい、これだって技術いるでしょ。そうです、ね、メーカーさんも、はい。ちょっと今日そのあたりですね。今回のユニフォームのおすすめのポイント3つありますんで、はいはいはい、そのあたりをちょっと説明していきたいなと思います。はい、はい、お願いします。まず1つ目がですね、うん、今難波さんも写真について触れていただきましたが、こちらの岐阜県在住の写真家であります小林敦さんという方がですね、うん、もともとラッツオーリさんとお付き合いがあったんですけども、はい、まあ、ラッツオーリさんからご紹介いただいて、うん、今回このユニフォームに、表面がこの岐阜城と月ですね、うんうん、で裏面が、はい、こちら長良川の鵜飼の写真が入ってますけれども、この写真を小林さん自ら今選んでいただいて、はい、今回のデザインになったというところですね。まあ、いくつか僕らもラッツオーリさんからデザインの案をいただいたんですけど、うん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 、これ多分皆さんもそうだと思うんですけど、うん、もう一目惚れですよ ね、 そうだね。この写真のインパクトにものすごい惹かれまして、うん、で今回このユニフォームのデザインが決まったというところでございます。はい、でさらにおすすめポイント2つ目なんですけれども、はい、このやっぱゴールドのロゴに統一された、うん、スポンサーさんのマーキングシートのところだと思います。はいはいはい、マーキングシート、はい、あ、そうですね、うん、シートが貼ってあるんですけど、はいはいはい、クラブ史上初めてですね、ゴールドのロゴで統一されてまして、はい、やっぱ各社さんコーポレートカラーっていうねイメージカラーがあると思うんですけど、うん、ね、はい、そういった中でも今回のこの企画のために、石岐阜のために、うん、やっぱこの一体感を出したユニフォームを作ることによってまた一丸となって戦おうという意味も込めて、このゴールドの金にしてくれたんだ。金にしてくれました。うわー、ありがたいですね。はい、はい、これシールなんですね。ほんでシールとか、そうですね、シートを、うん、まあ、シート加工で、はい、上から圧着してるんですけども、つけて、はい、でこれもちょっとこだわったところでして、うん、やっぱりはその、まあ、岐阜城の写真みたいに、うん、こういったところもこう生地に直接印刷することで、はい、似たような色を出すことができるんですけど、はい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 、やっぱそれどうしてもなんかオレンジ色というか、はい、黄色というか黄土色というか、ちょっとわかんないよね、ちょっとくすんだ色になってしまいがちなんですけど、うんうんうん、やっぱそこはゴールドに今回こだわりたいなっていうところで、はい、ラッツオーリさんにすごい協力をしていただいて、うん、だったら圧着するシートがいいんじゃないかというところで、はい、金の色を表現しているんですね。へー、はい、すごいですね。はい、それはこの今僕がこっちがオーセンティックユニフォームって選手が、あ、もうこれ選手が、はい、着用するもの着るやつですね。はい、はい、で今回はそれとは別に、うん、こっちのレプリカユニフォーム、ちょっと画面越しだとなかなか違いが伝わりづらい。一緒じゃん。そうなんですよ。一緒じゃん。え、はい、一緒じゃん。絵も一緒だし。はい、うん、でプリントの方法がね、ちょっと違ってまして、うん、さっきはシートを貼ってたんですけど、うん、今回はここ金のインクを直接、うん、布に何ですかね、塗りつけて、塗り、あ、塗っているんですね。え、そこだけ？はい、そう、 あとちょっと生地も若干オーセンティックユニフォームの方が吸汗速乾、うん、汗を吸ってよく乾く。うん、うん、いやでもこれ別にサウナスーツみたいな感じでもないわけでしょ。ベチャベチャになってるでしょ、はい、一緒じゃん、選手のユニフォームと一緒、ほぼほぼ一緒じゃん。そうです。なのでこちらのレプリカユニフォームもすごい自信を持って今回お届けしてまして、はい、これもラッツオリさんの協力で、うん、税込み価格1万780円ですね。安っ、はい、オーセンティックユニフォームよりも5000円ぐらい安く、はい、ご提供させてもらってます。だって選手のユニフォームとほぼほぼ一緒で、はい、そんなに値段が変わんない。そうですね、はあ、はい、なので普段なかなかオーセンティックユニフォーム高くて手が出なかったなという方も、うん、今回これをきっかけに、はあ、はい、ユニフォームを着て、選手と一緒に戦ってもらいたい。うわ、そうですね、ぜひ戦ってもらいたいですね。はい、はい、で今回はこの、うん、チャットにもね入ってきてるんですよ、うん、はい、FC やすこきゅんさんが、うん、私家族4人分買いましたと。 ありがとうございます。ほう、
であのリミテッドユニフォームええですねともいただいてますね。やっぱご家族でね買われるって、はい、オーセンティックユニフォームだと結構の値段になる。そうですね、あの頑張って稼ぎます、うん、泣きマークダイナース。そこそこらねこのレプリカユニフォームをうまく使ってというか購入していただいて、やっぱみんなでねユニフォームを着て応援するっていう雰囲気というかのを味わってもらいたいなと思います、うん、ほうそうですね、はい、これあの、ねで希望者がいれば名前も入れれる？あ、名前も入れる。背番号も入れれる？はい。背番号と名前はもちろんこの背中のところ。入れれるみたいですよ皆さん。はい。入れますので、はい、ぜひねあの家族どれがどれか分かんなくなっちゃいますからね。ね選択肢。はい。それぞれやっぱ好きな番号入れて。はい。番号と名前入れてもらって。名前はそう選手じゃなくてもオリジナルの名前も入れれますので。そういうことね。はい。そういったところも楽しんでください。じゃあ安子は入れよう絶対。ね。はい。ぜひお願いします。はい、お願いします。はい。このリミテッドユニフォームなんですけれども、うん、あの完全に受注生産となっておりますので、はい、受付期間が決まってしまっています。でもう1週間を切ってるんですけども、はい、切ってんのかい。5月31日の月曜日までが受注期間となっておりまして、うん、5月31日までは、オンラインショップの方でご利用いただけます、うん、あとは、5月29日土曜日にマーサにありますギフフィーのお家の方をオープンさせるのと、うん、5月30日の、ホームゲームのグッズショップの方でご予約いただけます。はい、わかりました。はい、今のあれですね。あと1週間あるんですね。チャットの方で、はい、あと1週間なんですけど、あとチャットの方で5月30日の試合後でも間に合いますかってあるんですけど。もちろんです。試合後でもあの皆様お買いになるまでグッズ売店は開けますので。ありがとうございます。それは何？これどういう意味なんだろうね、小バテルさん。その試合次第でみたいなところがあるのかなやっぱり。そういうことですかね。これ選手ちゃんと言った方がいいよね。こういうのが来てるよっていうねコメント。やっぱりね、うん、やっぱり試合に勝つとお土産でなく使う。いや絶対そう、絶対そう、はい、そういったのもあると思うので、はい、まあ、選手はねこの試合ももちろん頑張ってもらいたいなと。はい、はい、そうですね。あ、もうやすこきゅんは12番でやすこきゅんと名前入れましたって。やすこきゅんで入ってますね、はい、だから5月30日はあのあれですね、皆さんやすこきゅんを探しましょうね。あのまだ到着してないです、今受注期間中ですので、はい、夏になりますので、じゃあ、はい、夏に見つけましょう ね、 そうですね、はい、わかりました。はいはい、でそれだけ。あ、もう一ついいですか。じゃあもういいよ。いいよ、はい、どうぞ。あのここでご案内おしまいなんですけど、うん、今日先ほどですね、うん、ホームページの方で、はい、5月30日 の、 あの新作グッズ情報が、はい、出ておりまして。おおおおおお、何ですか、何ですか。お、はい、こちらあのユニフォーム柄の巾着と、南波さんが持っているのが、はい、あのティッシュカバーですね。あ、これティッシュカバーなんですね。ボックスティッシュを入れれるようになって。なるほどなるほど。で、はい、でこちらを、今シーズン初めて の、 あの皆様大好きガラポン抽選のイベント付きで、はい、はいはい、出しますので、まあ、この巾着かティッシュカバーと、さらにあの一等は選手が実際に試合で着用していたユニフォームなどが当たるガラポン抽選会も予定しておりますので、はい、ユニフォームももちろんですけども、こちらの新しいグッズの方もそうです、ね、ぜひチェックしてもらいたいなと思います。これいいじゃないですか、はい、でまたこれかけられるんでね、これあの車の中にこうかけておいてね、はい、あのティッシュ取ってもらったり、はい、あ、これいいな。ティッシュもねすごいあのカバンに入りやすいサイズなので、なんか小物入れてもらったりして本当ですね、カバンに入れたりとか、いいですね、これもねなんかこう結んで車の中にね吊るしたりとかしてもちょっと可愛いかなと思います。いろんな使い方ができるんですね、うちのグッズは。南波さんがね現役の時よりあのユニフォーム柄のね選手グッズとかすごいたくさん増えてると思います。なんで俺の時にやってくれない。南波さんのグッズがもうちょっと売れてたらもうちょっと売れてたらいっぱいやるかもしれないですね。もうその話はやめよう。はい、はい、OK、 ここはい、はい、グッズのご案内は以上になります。はい、わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あのチャットの方でもね、うん、買いますっていうような、うん、ありがとうございます、うん、ちょっと勝ったら買いますっていうのもあるんですけども、そちら選手に頑張っていただいて、はい、ね、グッズマンはあの試合終了後もグッズ売店開けておりますので、はいはい、お待ちしております、はい、よろしくお願いします。あの試合前ももちろん立ち寄れますので、ぜひグッズ楽しんでいただいて、はい、試合も楽しんでいただければなと思います。あ、ちょっと待って、あのグッズマン、はい、最後に最後に、はい、これ南波さんのやつはないんですかって来てるけど、ないんですか、南波さんのやつは。南波サダーグッズですか。はい、南波サダーグッズ皆さん欲しいんですかね。どうですかね、ちょっとコメント一件じゃまだ足りないかな。ポジティブな意見があると嬉しいですね、南波さん。あんま入ってこないですね、何誰からも。はい、なんやおい。ちょっとあのご要望もね、あの皆さんから聞きたいなと思ってますので。あ、そうですね、どういうものが欲しいとかね。はい、あのじゃあ言ってもらえれば。はいはいはい。お願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お願いします。はい。グッズもありがとうございました。
さて続いては新しいコーナーです。題して、うん、ナンバアンバサダーヒストリー。なんすかなんすかこれは。2018年惜しまれながらも現役引退したナンバさん、2019シーズンからは FC 岐阜クラブアンバサダーとして地域貢献活動、スクール活動、スポンサーとの交流など多くのアンバサダー活動を行う傍ら、岐阜聖徳学園大学のサッカー部の監督として日夜指導も行っています。はい、そんな南波さんですが、ここ 1,2 年で FC 岐阜のファンになられた方は現役時代の南波さんのプレーを見たことがないという声も聞きました。うん、そこでそんな南波さんのプレーを見たことがない方、また現役時代の南波さんは知っているがそのゴールにまつわるエピソードを知りたいという方のために当時の心境などを伺っていきたいと思います。はい、南波さんよろしいでしょうか。はい、あのね、非常にありがたい話で、僕ね現役時代にあの子供とおじさん相手に商売してたんですよ。そうなんですね。そう、対象はそこだったんです、ね、そう、対象はそこだったんだけど、あのおじさんたちはまだ分かってくれますよ。あの僕はね、アンバサダーでいろいろやってるとおーって来てくれるんですけど、じゃあそのおじさんたちが自分の子供にね、おナンバサダーだよ、写真撮ってもらいなっつって写真撮るんですけど、子供たちはねどこかね嬉しくなさそうなんですよ。ほんで挙句の果てには終わった後にパパあれ誰なのって言うわけですよね。子供は正直ですね。あ、そうかと思いまして、とりあえずアメちゃん1個あげときました。ありがとうございます。はい、あのぜひそういったお子様にこういった映像見ていただいて、そう、はい、あの、ね、南波さんのプレーというのを見ていただければと思います。あ、これいい企画ですね。はい、じゃあぜひお願いします。はい、こちらこそお願いします。それでは現役時代のゴールの一部をご覧ください。はい、よろしくお願いします。映像スタート。はいはいはい、これあの グランパス戦ですよね。はい、これあの状況的シチュエーション的には、4対1の時に途中出場して、まあ今ゴールの裏を煽ってましたけど、あの4対2になった得点ですよね。でこれはあの僕あ間でいたんですけど、これ庄司選手がやっぱ相手を 2,3 人引き連れて僕のところにスルーしてくれて刺繍のからのボールを決めたというシーンでしたね。でこれもあの大分戦で負けてるシチュエーションだったかな、2対1かなんかで負けてる時に、まあ、これ決めたんですけど、まあ、これね、これもね、はい、同点にしたんで、はい、ゴール裏のサポーター煽ってますね。でこれもあのそういうシーンで出たゴールなんですけど、これ僕の動き見てください。1回前に出て後ろに引いて入れてるんですよね。まあ、この5番の選手の背後を取るわけなんですけど、やっぱりこう動き直しが重要なのかなというふうに思いますよね。で最後これは、はい、僕が引退する年の1点の1点です。はいはい、今はね神戸で活躍している古橋選手からパスをもらって、まあ、この得点が僕の現役の最後のゴールになるわけなんですけど、まあ、これはもうこんなのはもう古橋選手の、ね、0.8 得点分ぐらいのものなんですけど、だけどやっぱり最後の、ね、ゴールが、まあ、これっていうのはね結構僕の中では大事にしているゴールの一つかなと。あ、これ別角度もあるわけですね。あ、古橋選手ありがとう。あ、ちなみにねこの古橋選手なんですけど、2017年にも僕のね得点、初得点をアシストしてくれたのが古橋選手なんです。なので2年連続して僕の初ゴールをアシストしてくれたんですけど、古橋選手、これあの僕お礼にねご飯連れて行ってやるよって言ったきり連れて行ってあげてないんですよ。ただもう今あんなことになっちゃってるでしょ。だから逆にあのご飯連れて行ってください、古橋選手お願いします。ということで僕のね現役時代の3ゴールを皆さん見てもらったわけですけど、はい、子供たちどうでしたか。ナンバサダーは3年前まで選手だったっていうことがこれで分かってくれたんじゃないかなというふうに思います。この3得点以外にもまだまだ得点あるんでね、この
ナンバタイムでもいろいろと出していけたらいいかなというふうに思ってますので、スタッフさんどうぞよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ナンバさんは2014年から18シーズンまで、FC 岐阜にいたんですけども、そのうち2年チーム最多得点を取っているということで、はい、本当私今回全ゴールもう一回見直したんですけど。見直したの？見直しました。全ゴール好きだね。やっぱ決めてくれるなっていう、ね、はい、また熱い気持ちになりましたね。はい、いや、ただね、この、まあ、最後にもさっきの映像のシーンでいろいろね、あのサポーターの応援って聞こえてたと思うんですけど、やっぱあれがないと我々選手は動けないですから、はい、で、あの負けてる状況で僕も出て、あってじゃあ同点のゴールとかこれから反撃するゴールっていうのは決めたわけですけど、やっぱり皆さんの応援が後押ししてくれたからやっぱ入るってところがあるんでね、まあ、ちょっと今のこの時期はね、手拍子でしか無理なんですけど、でもその手拍子一つ一つみんな聞こえてますから選手は。なのでね、ぜひ、その手拍子を続けていただきたいなというふうに思いますね。はい、はい、ありがとうございました。はい、では最後にホームゲーム2試合のイベントを紹介したいと思います。はい、お願いします。まずはじめに5月30日の YSCC 横浜戦です。この試合は16銀行サンクスマッチ、海津市、笠松町、御嶽町ホームタウンデーです。当初岐阜市民無料招待として岐阜市もホームタウンデーでしたが、延期となりましたのであらかじめご了承ください。代替日が決まりましたら FC 岐阜ホームページでお知らせします。はい、当日は16銀行様から冷感タオルを16銀行にちなんで先着1616名様にプレゼント。すごい。またこの日は岐阜工業高校によるミニ SL 乗車体験、岐阜大学フォーミュラレーシングによるフォーミュラカーのタイヤ交換体験ができます。さらに FC 岐阜アンバサダー祭り9によるスタジアムライブが開催されます。はい、そして延期となっておりました春のパン祭りが満を持して開催。屋台村でパンを買ってシールを7枚集めるとギッフィーマグカップをプレゼントします。松たか子マグカップは2種類ありますので、ぜひパンをいっぱい食べてゲットしてください。はい、さらにこの日はアスカさんのブースが出店となります。はい、で、生さんのチャットの方にですね、いや、そうだ、クゼさんがね、あ、そうですね、久世良介が来てくれまして1220円もやってくれて、うわ、すっごい、ありがとうございます。どういう意味があったんでしょうね。やっぱり難波さんのゴールシーンを見て、久世さんのヒーローってありますからね。僕背番号24番になったんだけど、あ、違う、12番サポーターの番号で入れてくれたのかな、ね、はい、ありがとうございます、久世さん、ありがとうございます。先ほどの5月30日の試合なんですが、うん、アスカ広報チャンネルさんからまたコメントいただいておりまして、うん、5月30日はブースで男性サポーターの皆さんにも日焼け止め体験をしてもらいます。フローム女性スタッフじゃない人よりいただいております。駒沢さんやん、ご覧になってます、はい、ありがとうございます。あ、でも今度は男性でも、はい、アスカさんの手術が受けられるわけですね。今回日焼け止め体験ということで、はいはいはい、もちろん女性のサポーターの方も、はい、男性のサポーターの方も体験ができるという、はい、これは行かないといけないですね、はい、これから紫外線どんどん強くなってきますので、はい、そうですね、はい、アスカブースさん立ち寄っていただいて体験をしてみてください。はい、パン祭りもやってるんでね、はい、パン持って行ってあげよう、はい、松たか子、はい、はい、こちらが、はい、FC 岐阜の春のパン祭りですね、はい、のマグカップになりますので、はいはい、2種類ありまして、はいはい、シール7枚集めるとどちらかがもらえると。これまたこれギッフィーのこれかわいいマグカップでね、心くすぐられますね。これガラスじゃないんですよね、だから割れないので、これ小さいお子様がいるご家庭には持ってこい、ね、でこのかわいい絵がね書いてあるんで、ぜひこれ皆さん7枚集めて当ててもらいたいなというふうにも思いますね。はい、漏れなく、漏れなくなくなるまで、はい、なくなるまで行くの、抽選ではないので、はい、これ松たか子もびっくりですよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、はい、では続いては6月12日テゲバジャーロ宮崎戦です。はい、この試合は西濃運輸サンクスマッチ、多治見市、関市、瑞浪市、岐南町ホームタウンデーです。うん、西濃運輸さんからはハローキティコラボグッズがプレゼントされます。
また FC 岐阜応援マネージャー伊藤ねねさんが来場し、うん、スタジアムを盛り上げます。そしてこの日は岐阜県内の小学生以下のお子様が無料で試合を見れる夢パス会員を中心としたイベントを行います。当日夢パス会員500名様に岐阜飛下敷き、さらに選手が扮する岐阜戦隊 G レンジャーのカードをプレゼントします。岐阜飛下敷きですねが、はいはいはい、南波さんの手元にあるかと思いますが、はい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 、これね、これ見てください。これが告知のチラシですね。チラシなんですけど、はい、こっちは額に入ってるんで、僕これなんか額で飾るものなのかなと思ったんだけど、これ実は下敷きが中に入ってまして、現物がこういうものになってますね。はい、南波さんどうですか、デザイン、そちらご覧いただいて。これだって小学生だったらこれ持ってないと学校でこれバカにされるやつでしょ。これみんなだからこれ使って勉強してよね。えそうですね、本当にすごいギッフィーがかっこよく写っていて、いい、ね、カラフルで、うん、素敵な下敷きですので、はい、これはぜひ手に入れたいですね。これはちょっと僕も欲しいな。はいね、でまたこれ小学生以外でもこうやってこう額に入れると、これトイレとかに飾っときたいやつね。おしゃれですね。おしゃれでしょ、いいじゃん。一気にトイレが明るくなって、そうそう、はい、一気にね、楽しくなりそうですね、うん、トイレに入るのが楽しみになりそうな一枚ですので、ぜひ皆さんこれお願いしますね。はい、はい、ありがとうございます。さらにこの日は夢パス会員でない、うん、あ、ごめんなさい、うん、まだ夢パス会員でないお子様も、はいはい、事前にウェブで申し込みをして、はい、その試合当日に夢パスブースで夢パスを発行するとプレゼントがもらえますので、この機会に発行してご来場いただければと思います。ぜひこちらの下敷きと、あと G レンジャーですね、選手扮する戦隊 G レンジャー、はいはい、こちらのカードもプレゼントになりますので、ぜひもらいに来ていただければと思います。これ、ね、かっこいいですよね。これかっこいいけど、これは、はい、当然桐畑選手がレッドなんで、これ体調は桐畑選手と、やっぱりうち FC 岐阜ですので、うん、体調はハーモニーグリーンの船津選手です。船津なんや。はい、チームカラー緑ですから。ほんで何ハーモニーグリーンって。それぞれね、センターに名前ついてますので、うん、ハーモニーグリーン、ファッションレッド、ハーモニーグリーン船津哲也って書いてある。そうなんですよ。こちらもぜひお楽しみいただいて、うん、皆さん推しの、ね、レンジャーを決めていただいて応援していただくのも面白いと思います。カルチャーイエローって、これ大西選手カルチャーイエローってかっこいいですよね。かっこいいのかかっこ悪いのか、いやめちゃくちゃかっこいいですよ。もう憧れですね、これ子供たちの。これでも、いやでもこれはかっこいい、5人揃ったらかっこいい。6人です、ね、ごめん6人か、ごめんごめん、はい、インテリブルーが入ってきてなかった全然。あ、そうですね、インテリっていう、もう文字で入ってきてなかった俺の目線の中には。あ、インテリブルーもいるのね。はい、はい、6人でした。そうなんです、6人のセンターになりますので、はい、はい、ぜひお楽しみください。はい、お願いします。はい、詳しくは、はい、ホームページの方をご覧いただき、はい、ご来場お願いします。はい、でチャットの方もですね、うん、先ほどの、はい、マグカップのところでですね、うん、シール14枚集めてコップ両方欲しいですとか、うん、そうでしょう、人気ですねこのコップ。いや、いい、これ本当このコップいいと思うんで、ぜひね皆さん14枚集めてください、はい、マジで、はあ、それからですね、うん、FC やすこきゅんさん、応援していただいてハーモニーグリーンの活躍期待してますってあるんですけど、クレバーブルーになってますか。ごめんなさい、インテリブルーですよ。クレバーブルー、ね、こちらのチラシまだ世の中に出てませんので。出てないのね、はい、これから皆さんのお手元にお届けできればと思うので、うそれぞれこう名前ついてますので。じゃあちょっとだけ見せると、ピンクは柏木選手ヒゲピンクだって。レンゲピンクです。えちょっと数字前です、カタカナもちょっと間違えてしまいました。レンゲピンクです。レンゲピンクでした、ごめん、ヒゲピンクかなと思って、レンゲピンクでした。ゲは合ってますけどね、はいはい、レンゲピンク、わかりました。あ、これいいですね、はい、であと吉浜選手がストロングブラック、ストロングブラック、これもかっこいいですね。いっちゃん強いですね、ストロングブラック、うん、強そうなネーミングになってます、うん、皆さん誰推しですかね。これカルチャーイエローって何なんかすげえ気になるわ。カルチャーイエローも気になりますね、うん、あと桐畑選手のパッションレッドっていうのがなんかもう選手の厚さを表してる感じがあって、桐畑選手にぴったりのネーミングですね。でも絶対これ桐畑選手取った時絶対自分が体調だと思ってこんな取り方してるでしょう、ね、でも違うっていうね
むちゃくちゃな仕打ちをあのキラート選手受けてますね。まあしょうがないですね、はい、選手自身もちょっと楽しんでいただけたかなと思うんですけども、はい、ぜひあのホームゲームお待ちしておりますので皆さんご来場ください。はい、さあここまで第3回の SC ギフタイムをお届けしてきましたが、はい、南波さんいかがでしたか。いや今回はちょっとこの何内容濃すぎるでしょう。あの普段はねあの皆さんいろいろなねあの町の皆さんが市や町の皆さんが来ていただいてねあのいろいろホームタウンデーの告知をしてくれるんですけども、まあ今この時期でなかなか難しいということで今日こうやってやらせてもらったんですけど、これはこれで良かったんじゃないかな。で自分の何選手時代のアピールもできたし、要は満足、うん、満足。俺これまた来月ももしこういう機会があればやっていってほしいなというふうに思いましたね。そうですね、はい、南波さんの現役時代のプレーもまた見ていただければと思いますし、うん、現在アンバサダーとしても本当活躍されていて、うん、ホームゲームとかでは南波さんによるこう見どころ紹介とかもありますし、はい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 、あとイベントもいろいろやっていただいてるんですが、はい、あと6月12日のイベントもちょっとこちら見ていただくと、はいはい、県都道府さんが来場ですとかでっかちゃんが来場ですとか、はい、この皆さんと南波さんとのいろんなこうトークショーとか、うん、そういったのが行う予定ですので、はい、そちらのアンバサダーとしての活躍も見ていただいて、はいはい、あそうなんです。県都道具さんとはね、まあ、昔からの友達で、はい、こう見えるかなみんな県都道具さん、この人ね僕昔から友達なんですよ。で岐阜に多分来たことがなかったんだけど今回ね来るっていうことで、まあ、ちょっとね岐阜の方を僕はね県都道府を紹介したりするんで、まあ、そちらもね何かのタイミングで配信できればなとちょっと思ったりもしてます。はい、県都道府この人ですよ、はい、来ますんでね、6月12日のイベントになりますので、はい、こちらもぜひお楽しみいただければと思います。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは最後に南波さん、うん、皆さんにメッセージお願いします。はい、まあね今回も皆さんお楽しみいただけたんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、最初にも言ったようにこの企画 の趣旨としてはやっぱりこれを見て SC 岐阜に少しでも興味持ってもらったり、あとはね選手の試合をねぜひ会場の方に来てね見てもらいたいなというふうに思ってますので、ぜひとも、はい、皆さん、今後もね SC 岐阜を応援していただきたいなというふうに思っております。それでは、まあ、お時間もねこの辺ということで、司会は SC 岐阜クラブアンバサダー南波弘明でした。次回も南波タイムをお楽しみに。南波タイムをお楽しみに。正式なやついけ。はい、SC ギフタイムをお楽しみにしてください。それではまた。